めっちゃ寝すぎてもう今から寝なくてもいいぐらい溜めてたさあドラマとかを見ようと思ったのに、その見ようと思って再生するやん、そしたら寝てた全然全然見てないに等しい。いっぱい見ようと思ったのに。スタバのいちご飲んだな。それもマジで気になる。クリスマスのやつね、ギフトありがとう。でドラマ見終わってたまたまテレビに戻したらカウントダウン TV ちょうどアイブやってて、アイブ見れました。しました、ありがとう。スパイファミリー、スパイファミリーも全然見てないや。ゾウもありがとうございます。ルームフォローお願いします。芋の服着とるし、肌土色やし、芋やん、もうアイスが芋やん。ハートありがとう。オニオン、でもアイスはオニオン前髪ない方が好きだった。剣断然イソちゃんの方が好き。こんばんは。あ、そうもありがとう。ギフトありがとうございます。スパイファミリーの映画あるの？映画？ユミリンは卒業したのですね。まだですよコンサートは終わりましたけど、最後まだ決まってないよね。まだですよ。
とう。大人になった感ある。嘘うん。で、ドライヤー新しくしました。サロニアにしたんで、アイスサロニア使ってないんやけど、間違えてない？絶対違う人と間違えてる。私はリファです。ドライヤーリファです。今回もルームに来てた。なんだかんだでおめでとうございます。ハートありがとう。わかる。オニオンとイソちゃんは前髪なしやな。ユジンちゃん、じゃあガウルちゃんは長い方が好きかも。髪の毛ショートボブなんだ、ショート担当やん。けど長い、今長いやん。長い方が好きかも。かわいい。お疲れ様でした。ありがとうございました。K-POP 界隈では DD やさすが、さすがやな。アイさんあんま詳しくはないけど、アイブは好き。かわいい。フォローしました。ありがとう。うん、チョリタンだ。ギフトありがとう。昨日ねお手紙読んだんやけど泣けた。涙出たんやけど、こう伝えたかった。ありがとう。頑張ってね。本当にめっちゃ嬉しい。就職4月からめっちゃすごいんやけど、4月から小学校の先生になるらしいです。すごい、もう感動、涙泣けた。頑張ってね。高級案件。あと、ありがとう。卒業ライブ見に行きました。ありがとう。なんか可愛すぎてファンになりました。ありがとうございます。安否推しだったってこと？違う。
めんかった。いやもう頑張ってよ本当に。マジ泣けてくる。みんなやりたいことを見つけて勉強してね、4月からこのここで働きますとか決まったのを教えてくれたりしたらマジ泣ける。すごすぎるもん。服着てるってことは知ってる？どういうこと？何を？ハーゲンダッツとサーティワンはどっちも好きです。選べない。選べない。でもハーゲンダッツはさ、まだショールームであのイベント期間中に達成できたやつでもらったやつ全然使ってない。1,2,3,4,5,6 2,6,12 あと12個食べれる。デブ。あと12個はこれで食べれます。だけど有効期限があるはず。有効期限ないんかな。あ、あった。4月。有効期限ありませんだった。あれなんだ、すごー。有効期限ありません。すよー2月24日、ちょっと同じく初参加させていただきます。ありがとう。2月24日、どこやっけ。2月24日、広島か。ありがとうございます。まだおすすめしなかったけど嬉しい。ねえ、アンピーがして好きになったきっかけ、ショールーム配信。そう、すごいよね。嬉しい。私のショールームを朝学校行く時に見てたらしい。フレスティをして好きになって握手券を買ってくれたらしいけど、なんやかんや何かしらがあって、私の握手会にはなんか握手会で会ったことはないんですけど。そう、うん、嬉しいですね。本当感謝してほしいぐらいです。私がいなかったらアンピーは ST のことを知らなくて、入
入ってなかったかもしれないよね。と感謝してほしいぐらい。久しぶりにお邪魔します。いらっしゃい、かなぽん、ありがとう。こんばんは。ありこっこのおかげですね。STU さんに来てたの覚えてる。あれ風を待つか。いやマジであいつにあねえ会ってないんですよ。あいつの握手券を買ってたらしいんやけど、それをコウコちゃんに使ったらしい。ほんまになんで悲しい。あともう一本どこだったんだけど。なんやかんやもありました。でもアリスカンパニーの服もいっぱい着てくれてたし、愛おしい子でした。アンピーCU への向上心なのにね、おもろい。おもろい。くま、ありがとう。これからも、ま、入り口となれるよう頑張ります。STU の入り口となれるよう頑張ります。あと、ありがとう。生写真サイン入りが当たった、その時に愛さな。風を待つ、結婚してありがとう。こんばんは。欲しいね。あとね、なんかもう不思議だもん、懐かしいというか、だって朝配信をそのしてた頃ってもうおかしい時期じゃないですか。あの消しゴムみたいな頭につけてさ、毎朝やってた時期じゃん。中学生、風を待つだから中学生でしょ、2年目とかで。可愛いと思ってシティを好きになった。変な子すぎんだって。アイスだったらならないもん。
自分で言うな。ねえ、自分で言うなって感じだけど。あいつだったらそれを見て可愛い、すごい可愛いってなってスティア好きにならないと思うよね。かびっくり。かびっくりです。ギフトありがとうございます。一人ありますか。よかった。じゃあ。さんは、うん。だから48全然知らずに入ってきたので、そう誰かがめっちゃ好きで。入ったっていう感じではないんですけど、最初に好きになったのはあかりんさんでしたね。吉田さん吉田のあかりんさんの YouTube が、まあ、入り口でしたかな。めっちゃ見てたもん、なんか初期の頃はメイクとかも知らないからめっちゃ見てた。そう、うん、で握手会とかがあったからさ、いい時期に入りましたよね本当に。だってもうこれから AKB さんとの合同のさ握手会があるかどうか分かんなくないね。だから2期生からは知らないわけやん。いい時期に入ったよ。そう、なんかめっちゃ懐かしい、会いに行ってた。めっちゃ確認して、自分は何時間目に行って、あかりんさんは何時間目が休みで、めっちゃ確認して会いに行ってた。楽屋 NMB さんのとこまで。そう、ゆかちゃんからリップもらって、じゃーん、これはゆかちゃんのリップです。全然使えない、これはもう飾る家宝です。じゃーん、リカちゃんからリップをもらって、いっぱい先輩 AKB の先輩とかといっぱい写真を撮った記憶。中学生の時とかはめっちゃ社交的でしたね。社交的というかも、へーみたいな感じだった。写真撮らなきゃ、撮りたすぎって感じ。楽しかった。うん、ね、もう今からあるかどうかわかんないじゃないですか。大
シーさんもあるし、ゆかちゃんもあるし、あかりんさんもあるし、うん、NMB さんの大阪かなんかでやってた時、 NMB さんのレッスン場に行った時にあかりんさんの靴を見つけて写真撮ってんの、やばいマジでやばすぎなんかでね見てたね、 YouTube かなんかであかりんさんがレッスンしてるところを見てたから靴もしてたし、ここに名前入ってたんよ、そう、靴にあかりって名前入ってて、えこれやんってなってレッスン靴見つけて写真撮ってんのおもろいうん、よし、ゆきりんさんとも撮ってる、し、あかりんさんの本持ってってサインもらったりとか楽しみすぎてる、初期の頃うん、初期の頃ね、コウコちゃんについてってマコさんと写真撮ったりしてた小島子さんかわいい、かれなっちさんの写真持ってるし、サイピー様も持ってる、すごくね俺、すごくね、その頃が一番楽しんでたな自分いい時期に入ったな、アスミンとクルクルがミチとアイさんみたいな関係、そうなのそうなの、ギフトありがとうございます、エンジョイぜ、楽しんでこうって感じですよと、ギフトありがとう、うん、くるくるマジかわいい、犬みたい犬みたい、なんか昨日めっちゃ会場寒かったのにあったかいしそう、めっちゃ昨日ブルーライオン寒かったんなのに、くるくるの体温もめっちゃあったかいし、トリミングしたての綺麗になった後のシャンプーのいい匂いみたいなのするし、くるくる犬みたい、かわいい、
いや、アリノンみたいな二人はいないと思います。唯一無二なんでアリノンは唯一無二なんで。伝説やぞ。アリノンが一番最初にできたからだってそう、これはね、ほんと諸説あるかもしれんけど、これはだけはね、絶対にそう、アリノンが一番最初ですからねその後にいっぱいペアの名前できてったけど、アリノンが一番最初だぞ。もうオーディション出会った瞬間からできたんだから。アリサです、ののかですって紹介した時から、え、じゃあアリノンだねみたいな早っ。そう、オーディション受かって隣で写真撮影隣でいた時からもうアリノンあったんだからもちろんありますし、なんやかんやアリノンが一番。フォローしました、ありがとうございます。ハートギフトありがとうございますエモちゃん、ありがとう。オロナミン C を買いに行くったりあったね、そういうのもそういうのもあったね。アリノンのことしてないかもしれないそれはダメよ、ST を好きになる上でアリノンを知っておかないと伝説のユニットですからアリノンとひなあゆが合体してできた曲、片思いの入り口が、そりゃもう伝説ですよ押しました、ありがとう。伝説すぎでしょ。身長はね、だいぶアイスの方が高いよ、もうだいぶ高いっていうか、のんちゃんマジで伸びてないねのんちゃんマジで伸びてない、中学生の時から。でアイサが
少なくとも5センチぐらいは伸びたから結構差はできました。フォローしました、ありがとう。いやあれはねほんまどういう人選って感じだけど、ほんまに パルママの写真も載せました。もちのろん、なんかそうみんなにですねそう言われるんだけどね、それ時代止まってんねありのふなかじゃなかったっけっていう人はまあ時代止まりすぎだよ、時代進めなきゃそれはもう中学生中3とかの思春期真っ只中の時代の話であって中2中盤か中3ぐらいの思春期の時代の話でありまして、今はお誕生日おめでとうって高級のお肉をおごってくれるノン様、太っ腹ノン様だけ成長ギフトありがとう。ママになっても中学生見るのよどういうことどういうことなわけ。髪色もあるよでも、でもね、愛さん誕生日ぐらいに会った時はのんちゃん金だったんよ、金髪ギャルだったんですけど、さすがにピンクになってたさすがに金髪はやばいと思ってピンク入れてきたって言ってたマジでおもろい、さすがに金髪じゃなかった、よかったよかったもうのんちゃん金髪だったらさみんな腰抜かすんじゃないって言ったキャナイザがえのんちゃんってなるよ絶対、ピンクにしたよって言ってたおもろい、バラありがとう。どうもフォローしました、ありがとうございます。
取っ組み合いの件数、全然覚えてないけどそんなこと。よく覚えてるね逆に。全然覚えてない。まあ喧嘩してた時期もあるから今も仲いいっていうねかことですよ。ことですよ。なこみくさんも髪型かぶって泣いたみたいな有名な有名な話あるやん。羊ヘアがはまってて、羊ヘアをなこちゃんがしようと思ったのにみくちゃんがやってて同じになって泣いたみたいな。かわいいよね。中学生から入ってたらそんなもんなんで。うんうん、そう、ありがとうございます。ルームフォローお願いします。イエイ。フォローしました、ありがとう。ST のクソメ許可ないやろねもう。ST は貫き通す印象。ありがとう。7年ですよ。7年で変わらなかったルールはもう10年経っても変わりません。っていうのは変わらないところな気がする。フォローしました、ありがとう。のんちゃんギャオすぎてギャオマインド爆発して、ギャオアイドル。おもろい本当に。フォローしました、ありがとう。でも染めても傷まなさそうな髪質らしい。なんかみんなさ黒髪やけどなんかアイロン当てすぎて焼けてさ下らへんが茶色になっていってるんだけど、あいさマジでならないんだよね。マジでならないんだよ、ずっと黒。ここらへん下らへんを毎日さアイロンでこうストレートやったり巻いたりするやん。ここら辺の下の髪が焼けてきてさ
黒やけど茶色になってたりしてるんやけど、マジで変わらない、漆黒って感じマジで黒。今日の髪型好き？これ何もしない時にさ、いいって言われるのは何なんやろね。こういう系でさ、一回公園出てみようかなもう髪の毛何もしないみたいな、ストレート。ストレートでさ、ストレートあんま似合わないと思ってるからさ、何もアレンジしないみたいな、シンプル、いっちゃんシンプルですっていうやつあんましないよね。髪飾りどっかつけない関係、ここら辺だけ止めて、ここだけなんか止めて、あとストレートみたいな。研究生の髪型やね、けんシンプルイザベスト。で出てみたらやっぱ違うみたいになりそうやけどやっぱ違うなみたいになりそうやけど、ファン増えるかも。嘘そっちの方がいいのか。シンプル、シンプル、エザベスト。イソちゃんとかもストレートで可愛いもんな。前髪ないんやけど、イソちゃんは。そういうのがあっても、まあ、良いのか、ね、公園でやるかどうか分からんけど（笑）お話し会ではやります。そう、このナチュラルノーセットのナチュラルアイサでお話し会っていう日を作ってるので、ぜひ会いに来てください。イエイ。でここの髪の毛、あと悩みは、悩み聞いてくれるここのさ、あのビビ風にさ撮りたかった、これこの触覚をさ作った時にミクさんに切って作ってもらった、この触覚を全然使いこなしてないよね。切ってあるっちゃあるものの、ここを全然使いこなしてなくて、いつも隠しちゃう。
ここにさ、ここに一応あるけんさ、触覚というか長いの、だからこれあんま使ってない。この三つ編みした時以外活用してないこの毛悲しい。なんかむずかしいよ、ほんと髪型。ここがあるけん、こことかを短くしてウルフ、ロングのウルフみたいにしてもいいけど、多分使いこなせないから。使いこなせないからなって感じ。やっぱ川口春奈さん目指すなら目指しちゃったんかいって感じだけど、川口春奈さんはもうシンプル、前髪とここ、前髪パッツンとロングパッツン、なんかこう後ろがこうなっとる切り方みたいなあるやん、真ん中が長くて端っこ短くてじゃなくてパツン、後ろから見てもパツンっていうのが川口春奈流らしくて、アイサの髪もそうなってます何の情報。前髪がちょっと重いんだよね、いつの間にか前髪が重くなってるので、これを伸ばして薄くしていきます。どうもありがとう。ね、いい感じの髪型見つけたい。見つけたい。やってほしい髪型とかあったら教えてください。挑戦。アイドルのうちしかできないからね。メイクさんにやってもらえてみたいな、自分でできないやん。今しかできないことをやろうって感じだどうもありがとう。ではそろそろ終わりたいと思います。今日は眠くないので今からドラマでも見ようかな。ではランキング読みます。13位テンモエイトさん、12位ダビッドソン、11位アリンコさん、10位アヤさん、9位フェルナンドさん、8位ミヤリン、7位ワンジャラスさん、6位シリウスさん、5位ソーちゃん、4位マキさん、3位タックン、2位フーさん、1位はドゥルルルン、ヤスベイさん、ありがとう、ありがとうございます。明日も頑張りましょう。見てくれてありがとうございました。頑張ってこう。それでは、おやすみなさーい。